銀海のスピードスターは、くす道きみちはるによる日本の自動車漫画。青年コミック誌、ビッグコミックスピリッツにて、2014年37号38号がペ号から2015年20号まで連載されていた。ワンガンビットナイトの続編として描かれた作品で、あるが、物語の展開や登場人物の関連性は全くない。なお、最終章と名打たれていたものの、 月刊ヤングマガジン2016年19号より、さらに続編にあたる、首都高 SPL の連載が開始されている。東京都八王子市に住む元木屋きひこは、輸入車販売、整備のショップ、富坂大戸の若手メカニックで、職場の先輩である吉村を目標にしていたが、吉村は整備してたコルベットの市場中に出会い頭の、事故で死亡してしまう。 目標とする先輩を失い混沌とするが、吉村がフリーの中古車ブローカーの石上孝一から依頼を受け、手掛けていた空冷ポルシェ911ターボが託された。空冷ポルシェに魅了され、元木の日々に大きく変化をもたらしていく。CRS の工藤圭介や家族、その他の取り巻きは、首都高 SPL からの登場。それ以外は、銀海のスピードスターからの継続登場となり、 島田純一と石上孝一がレギュラーキャラクターに昇格。慎吾と安田と沼田、京子とリナの登場は一切なくなった。しかし、川田美和の回想シーンでは、吉村が登場することから首都高 SPL へ物語が継承されている。ありがとうございます。